はい、今日は4月13日、はい、深海テラベルですね、うん、これはこの前枠は終わった後に撮らせていただいて、今日はフランス、ブルゴーニュとボジョレー、はい、なかなかいいですね。いや、素晴らしいワインたちばっかりでございましたし、はい、ちょっとね、やっぱりピノノワール、画面1本ずつご紹介させていただきました。素晴らしいワインでございますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。2018年がどうでしたか。そうだね、2018年、あと19年、なかなかね、やっぱり19、20、やっぱりどういう風な変化の違いがあるかっていうのね、見るのも非常にいい勉強になった深海です。さあ、いってらっしゃい。フルーリーヴィエユビーニュ2019年です、ね、いお値段4600円、樹齢60年以上使ってます。60年以上、また画面いいですね。なんか今回ちょっと、今月号の第2週もボジョレーで画面だったりとかしたし、ちょっと画面僕たちに最近惹かれてるところもあるかもしれませんけど、これはうまい、あ、うまい。あ、画面だったら何でもいいわけないからね。これフルーリーってよくエレガントな感じって言われてるんですけど、うん、もうまさにエレガントでフルーリーらしいなと思いました。おっしゃる通り。綺麗さと、あとちょっと塩みたいな塩味を感じたり、ね、そう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 、ちょっとスミレっぽい風味。非常に良い、非常に良い、うん、これは綺麗だ、めちゃめちゃうまい。なんかね、ちょっと点数上がっちゃう。さらに上がる？ちょっとベそうですね。ああ、いいよ。もうそこそこ。そういうわけだね。まあでもいいと思うよ。これ美味しいからね。あのね、こうバーッと今回こう画面も何種類あったかな。10種類ぐらいあった。10種類あって、こうバーッと飲みながら一番光るものがあったのがこれだったね。めちゃめちゃ良かったです。うん。ジョージコンブのワインも、座ってそのうちの一つが一番良かった。そんな感じでございます。さあ、サムリンポイントお願いします。サムリンポイント 4.6 でどうでしょうか。はい、いいですね。ね、4600円。こういうのはさ、やっぱりさ、ちょっとコースのさ、はい、やっぱりペアリングに何か使いたいなと、うん、そういうふうに思いますね。すごい使い勝手良さそうな気がします、うん、何に使おうかな。いろいろ使えそうだな。そうですね、結構なんだろう、エビチリみたいな中華でも合いそうですし、うん、なんかこれ一つさ、梅のようなエッセンスだから、梅が合いそうなものとかだったら合うんじゃないかなと。僕的には梅代わりに、梅代わりに使ってみるのもいいかもしれないなと思うところでもございます。はい、おどす。フランスブルゴーニュです、はい、フェリック・マニアンさんの作るエボヌ・ロマンネ・オーシャン・テルドリ、うん、いいね。こちらが1万円ですね。バチうまいね。2018年ですよ。2018年か、うん、なかなか、もうやっぱり18年のやっぱり厚みっていうものを感じつつ、そしてこれね、まあ、昔ながらのバリックではなくアンコラを使ったそんなワインでございます、うん、アンコラとバリックのブレンドということですね。はい、アンコラだけじゃないということですね。そうそうそう、結構今回のアンコラとバリックの見比べなんかもあって面白かった。非常に勉強になりました。正直僕たちはアンコラの方が好みですね、うん、まあなんか今飲むには飲みやすいというか、そうそうそう、今によってはアンコラがいいけど、まあゆくゆくはどうなるかわかんないけどね。ちょっと今後見てみたいですね。こう経過がどういうふうになっていくのか、まあ、こういうのをさ、僕たちはさ、うん、生涯ね飲み続けてこういうふうな感じだったねっていうふうな、うん、あの時は最初飲んだ時はアンコラが良かったねとかね、やっぱりバリックにはかなわないなみたいなこと言うかもしれないね。これはやっぱりね、生涯20年経ってからちょっと飲んでみたいですね。おっしゃる通りです。さあ、サムリンポイントお願いします。サムリンポイント6.2、うん、そうだね、美味しいです、うん、あのね、他にもあったんですけど、やっぱりね、アンコラとバリック比べてもやっぱりアンコラの方が美味しいですし、
ちょっとね、なかなか面白いそういう醸造の仕方になってます。マニアさんすごいいろいろ実験されてて、ね、いいですよ。今日はマニャン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 、そう、紫は全部マニャンです。奥ほとんどマニャン、そしてこっちもマニャンってね、結構マニャン尽くしでございました。これは間に合わないかと思ったらマニャンでした。マニャンだけに、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。うんうん、なんかいろいろと、うん、シャンパンにもあってちょっと嬉しかった。ザ王道な試飲会だったし、なんかこういろいろと自分たちの現状をまた確かめるのにも非常に良い、ね、感じにもなったし、フランスに行った時思い出しましたね、うん、シャンパーニュ行ってボジョレーに行ったブルゴイ、そしてちょっとだけサンセールも噛んでね、チキショーアルフォンスベルのサンセールピノノワール分かんなかった分かんなかったですね。2013年、あれさすがに分かんなかった。でもワインっていうものは、まあ、実際さ、本当思うわけよ。僕たちはさ、こういうコスパとかさ、そういうの 見るけどさ、まあ、ちょっと高くてもさ、十分美味しいものたくさん世の中にたくさんあるわけで、まあ、もちろん、ね、でそれをやっぱりこうどういう風にレストランがこうグラスで出してそれをね、提供するかって、やっぱりそこいうところも大切なわけで、ね、やっぱりレストランでソムリエとして働くっていうのは非常にやっぱり表現の一種なんだろうなと思ってしまう裏側でございますということですね。ということで今日はこれ終わりでございます。明日は何だ、ラングドシェンか、ラングドシェンか、まだ明日もあります、はい、じゃあまた次回お会いしましょう。あ、忘れちゃダメだよ